岡谷市は長野県南新地方の市で諏訪湖に隣接する工業都市である。軽量特定市。諏訪地域の三市二町一村からなる諏訪湖域連合の構成自治体である。面積は長野県内の市の中で最小であり、人口密度は県内の全市町村の中で最も高い。本校では市政志向前の名称である諏訪郡平野村についても述べる。 長野県中央部の諏訪盆地に位置し、諏訪湖の西岸に接する。諏訪湖サービスエリアより望む諏訪湖の向こうに、岡谷市中心市街地が見える岡谷市中心部周辺の空中写真。1975年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。 鳥居平山彦公園の展望塔より望む旧岡谷市役所庁舎1920年の第一回国勢調査人口では、前身の平野村が松本市に次ぐ県内2位であった。これは、当市よりも先に市政施行した長野市、上田市を上回るものであった。ご当地ナンバーである諏訪ナンバーが割り当てられている。2006年10月9日までは、 松本ナンバーが割り当てられていた。岡谷市の街並み写真奥の橋脚は長野自動車道。1870年代から1920年代にかけて製紙業の中心地として栄え、現在は東洋のスイスと言われるように時計やカメラなどの精密機械工業が盛んなことで知られる。また、1950年代は味噌の生産量日本一を誇っていた。 今でも多くの味噌工場がある。1980年代に行われた都市開発により、岡谷市街には駅前から近い順に、ララオカヤイルフプラザアピタ岡谷店という3つの商業施設が立地した。その後、ララオカヤは2階が閉鎖され、イルフプラザもかつて出店していた東急百貨店が2002年に撤退した一方、アピタ岡谷店はユニーにより、 レイクウォーク岡屋として2016年7月23日、改築、開店した。うなぎの産地であり、岡屋商工会議所が、冬の土用の牛の日を、缶の土用の牛の日として、商標登録したほか、1998年には、うなぎの町岡屋の会が、日本記念日協会に記念日として登録した。缶の土用期間中には、川ワ店の店先に登りを出し、 様々なイベントを開催するほか、市外の川尾店にも参加を呼びかけている。地元高校では、スケートやボート競技などで、多くのオリンピック選手を輩出する長野県岡谷、南高等学校、バレーボールやラグビーの古豪長野県、岡谷工業高等学校が有名である。エースドッジボール発祥の地でもある。岡谷市には、21の区が存在する。 現在の住居表示の町町名とその区画範囲は区名、区域ともにほとんど関係していないため地図上から判断することは難しい。今井区の国道20号より北部は住居表示が施行されていない。岡谷駅岡谷ジャンクション。ありがとうございます。